この番組はご覧の各社の提供でお送りします。線路の真ん中に止まってて警笛は鳴らしてあったんですけどね、私とか下敷きになって上に人がわーって乗ってたから。記憶はないですね。もう気がついたらもう倒れてましたですね。もう瞬間はもうドカーンとものすごい音がして放り投げられました。血を流した方が出てこられた時に、ああ大丈夫かなと心配しましたね。こんばんは。今日のニュースプラザは福岡市内の国鉄筑肥線で起きました電車事故を中心にいつもより30分時間を拡大しまして、お送りすることにしております。今後ろの画面で ご覧のように筑肥線は懸命の復旧作業が続けられていますが、事故から10時間近く経とうとしている今もまだ開通しておりません。福岡市の西のベッドタウンと都心を結ぶ通勤電車として58年に華やかにスタートして以来初めての大きな事故となりました。福岡県警や国鉄のこれまでのまとめによりますと、負傷者は重傷の7人を含め123人に上っております。今回の事故の原因は踏切を渡ろうとした大型トレーラーが立ち往生したためですが、筑肥線では電化の後事故が続発しておりまして、その背景に近代的な車両とは裏腹に旧態依然とした踏切が全く手つかずのままに残されている現実を無視するわけにはいかないようです。それでは今日の事故を最初から振り返ってみます。衝突事故が起きたのは今朝の7時50分のことです。福岡市西区下大和の国鉄筑肥線今宿明の浜駅間の行きの松原踏切を渡ろうとした大型トレーラーが突然動かなくなりました。この直後、前原発博多行きの上り電車が近づき、ものすごい轟音とともにトレーラーと衝突、1両目と2両目の間に車体の一部を巻き込んだまま70メートルほど暴走してやっと止まりました。電車にはおよそ1000人の通勤客が乗っており、朝のラッシュ時間帯だったため車内は満員の状態でした。衝突と同時に乗客は折り重なるように投げ出され、重傷7人を含む123人が負傷する大きな事故となりました。電車の1両目の前の部分は原形をとどめないほどに壊れ、線路脇の電柱が折れるなど凄ましい光景を見せていました。負傷者は救急車やパトカーで福岡市内9つの病院にピストン輸送され手当てを受けましたが、突然の事故に皆ショックを受けた様子でした。ブレーキかかったっていうぐらいは思ったよね。もうそれでもうガンって言った時はもう瞬間的にはわからないですね。もう3分ぐらいしてからね、こうあれした時はもう無駄なことやったね。ね、倒れてしまってからそれと途端にドーッと落としましてですね、一瞬びっくりしましたんですけど、だから人と重なりましたですね。だから前のおじいさんたちが怪我を足されましてですね、横の女性の方が深い傷ということで、その手当てで近寄られました。あのお宅が手当てなさったわけですか。はい、みんなとですね、あの助け合いました。もうその新聞読んでたからね、もうダーンと落ちた途端に椅子と一緒に前の方にみんな吹っ飛んだから、またこうそこで後ろ向いてこう掃除してたんですよね。下あのなんかガタッていう音が聞こえて、パッと振り返ったらそこでちょうど踏切の真ん中でですね、あのクレーン車が止まってたんですよ。それで、あどうしたのかなと思って見てですね、それでそして警笛が鳴り始めたんですか。鳴り始めました。それでそのまま遮断機が降りてきてですね、炊事場でお弁当作ってたんですよ。そしたらすごい音とですね、白煙上げてですね、オレンジ色の物体を引っ張ってるとこ見たわけですよね。だからそれが何だか後で、まあ、トレーラーとかなんとか聞きましたけど、その時は何もわからなかったからですね、もう電信柱が折れるのとね、いろんなものですごかったですよ。はい、あの運転手さんどうなさったかなと思って心配してます、ね、あんなところにあんな大きいのがベンと座ってるとは思われないでしょうしね。あの遮断機はちゃんとあるんですしね。ですから、どうかな、一番ひどいお怪我なしてらっしゃるんじゃないかなと思います。踏切事故っていうのはですね、怖いですね。一旦停車しないとですね、いかないですね。事故の原因は福岡市南区柳川の九州特殊運送の三宅伸一運転手36歳が
建設機械を大型トレーラーに乗せて踏切を渡ろうとした際、重量オーバーのため車体の下の部分が線路につかえて身動きできなくなったものとみられます。三宅運転手は肋骨骨折で手当てを受けていますが、警察では回復を待って業務上過失致傷と列車危険往来妨害罪などの疑いで逮捕して調べる方針です。重傷を負って入院された方々は次の7人の方々です。列車運転手の岩瀬清さん、トレーラーの三宅真一運転手、糸島郡二条町の内田守さん、糸島郡前原町の中島俊夫さん、同じく前原町の永田敦子さん、日川幸男さん、それに福岡市西区明原の佐野正美さん、以上の7人の方々です。ではここで事故の模様をもう一度ご覧いただきます。大型トレーラーは筑肥線に並行する形で走っている道路から踏切の中に入り、そこで立ち往生したわけです。踏切部分は道路より高くなっており、トレーラーの胴体の真ん中あたりが使えて動かなくなったところに左側から電車が突っ込んできて衝突しました。三宅運転手は電車が近づくのを知り慌てて知らせようとしましたが間に合わなかったものです。それでは事故の現場から中継で現在の復旧状況と現場で行われました警察側の検証の模様など今村記者がお伝えします。はい、現場の小松原踏切です。現在午後6時の復旧を目標にしまして懸命の作業が続けられております。午後6時ちょうどラッシュ時に会うわけで、これに何とか間に合わせたいということで、作業員の方たち懸命の作業を続けております。今河川の張り替え作業などが行われているところです。ところでこの復旧作業なんですが、事故がありまして、2時間後、午前11時過ぎから本格的に始まりました。まず衝突でなぎ倒されました2本の電柱の撤去作業に始まりまして、めちゃくちゃに壊されました先頭車両の切り離しが行われました。この先頭車両の中なんですが、衝撃の凄まじさを物語るように、鉄板の床は蛇腹のように折り曲がり、床には通勤列車らしく、血のついた長官が錯乱しているという状況でした。そして、午後2時半になりまして、やっと切り離されました、34トンもある先頭車両が、2台のクレーン車で吊り上げられまして、線路脇に移動しました。続いて、クレーン車の台車部分、さらに、クレーン車に乗せられておりました杭打ち機も撤去されまして、ようやく河川の張り替え作業に入ったのは午後4時過ぎのことでした。ところで、復旧作業と同時並行で行われておりました警察などの現場検証では、事故の原因とみられるいくつかの問題点が明らかとなっております。まずトレーラーを運転しておりました、三宅運転手は、踏切の中央部でトレーラーの腹の部分が何かに当たって立ち往生したと言っておりますが、踏切の中央部分には大きな傷が残っておりました。さらに、このトレーラー25トンの重トレーラーなんですが、乗せられておりました杭打ち機の重量が、25トンをはるかに超えるものであったということが分かりました。それではこの杭打ち機のメーカーと、それから杭打ち機トレーラーで杭打ち機を運んでおりました九州特殊運送の話をお聞きください。あれ大体何トンぐらいあるものなんでしょうか。分解していますんでね、まだ正式なのか分かりませんので。でも大体どのくらいあるものですか。今ご覧になって、専門家でいらっしゃるから35トンぐらいじゃないかと思うんですが、まだよく分かりません。今日のは25トンですね。でこれ、杭打ち機の方がなんかまだちょっと重いような話なんですけど。そうですね、少し仮装しとるから、25トンっていうけどちょっとあるかもしれないですね。お聞きのように、25トンのトレーラーに、35トンの杭打ち機を乗せていた、つまり重量オーバーであったということが、現場でも明らかになっております。さらにこのトレーラーの台車部分の長さというのが11メーターありまして、立ち往生しました踏切の中央部というのは、ちょっとこう山形で高くなっているわけなんですが、その頂点の部分と、踏切手前の道路というの道路のこの高さの差、勾配が10センチから20センチはあったということも分かっております。詳しい事故原因については、今後の調べで、明らかになると思いますが、今日の現場検証でも、今お話ししましたような、2点については、
事故の原因とみられる、一部が明らかになったということです。それにしましても今日の復旧作業をずっと立ち会っておりまして、大変凄まじい衝突であったということが分かりました。この衝撃で亡くなった方がいなかったのはせめてもの幸いだったと思わざるを得ません。復旧作業は6時をめどに進められております。まもなく筑肥線開通の見込みです。以上、現場からお伝えしました。福岡市内の国鉄筑肥線の事故のニュースを中心にお伝えしていますが、今回の事故はいつも電車を利用している乗客や筑肥線の踏切を横断するドライバーたちにとっては、またまさに不安が現実となった形です。地下鉄との相互乗り入れが実現して以来、筑肥線の踏切事故の多発ぶりは異常で、根本的な対策を求める声が常に起きておりました。バス路線でございますしね、私どもが一番心配しとる踏切の一つであるわけですよ。本数でも定義目合わせまして70以上でございましてね、いずれにしてましてもそこ頻繁に私どもバスが通過するところでございますから、非常に心配する踏切ではあります。できれば高架でもですね、なれば一番安全なところですけどですね、国鉄の対応がちょっと遅れてるっていうのはちょっと気もするんですけどね。少なくともそういうふうな安全面はですね、もう少しやはり向上いただきたいというような感じはもちろん強ございますね。今日事故のあった踏切はいつもほとんど通ってますけども、どうですか。いや、怖いですね。踏切警報器が鳴らなかったとかいう話もあるみたい、確認はされていないみたいですけど、そうだとやっぱりあそこは片方からはカーブして入ってきますから見通しが効かないですもんね。で、その警報器が鳴らなかったらやっぱりと思うと怖いですね。筑肥線いつもご利用なんですか。はい。どちらまで。前原と博多。あ、前原博多、はい。今日行くときはどうなさいました。ちょうど事故の記者だったんです。あ、事故の記者だったんですか。と、お怪我の方は。いや、怪我は大丈夫でした。何両目ぐらい乗ってあったんですか。3両か4両目ぐらい、はい、で、幸い怪我はなくて、で、朝はどうやって会社までは。ですから、池の松原ですかね、そこからバスでここまで来て、それから地下鉄で行きました。筑肥線というのは結構踏切事故とか多い線ですね。事故はこれで 2回目です。あ、事故にお会いになったんですか。踏切事故ですね。そうそう、もうやはり前の方に乗ったら怖いとかいう不安あります？そうですね、ちょっと何回もあるとですね、時々やはり前に乗るときは怒るんじゃないかなっていう不安がですね、よぎるときがありますね、はい。朝は間に合ったわけ？事故の前に行ったわけ？事故の列車でした。事故の列車だった。怪我とかなかった？はい。何両目ぐらい乗ってた？一番後ろです。あ、一番後ろだね、はい。筑肥線って結構踏切事故が多いけども、そう、怖いなとか思うことありませんか。思います、やっぱり、はい。じゃあ、あまり前の方に乗らないとか。普段は考えないですから。はい。事故に遭ったの初めて。はい。そうすると今日は、びっくりした。そうですね、はい。怪我してる人とか見ましたか。見ました。怖いですね。仕方ないですもんね、交通機関ですからね、使わないわけにいかないですから。それではここで取材に当たりました吉田記者が筑肥線の抱える問題点などについてレポートします。地下鉄との相互乗り入れ以来、筑肥線の踏切事故が激増している背景には、列車は近代化したものの踏切の不安が近代化に追いついていないという現状があります。筑肥線は相互乗り入れを境に列車が倍増し、列車もディーゼルから電車に変わりました。かつては周囲の素晴らしい景色を眺めながらのんびり走っていた筑肥線は、電化によってスピードがぐんと高まったため、スピード化についていけずに事故が続発しています。関係者の間では多発する事故の原因をいろいろ分析しています。これまで起きた事故のほとんどが今回の事故のように、ドライバーが踏切前で一時停止を怠ったり、安全不確認のまま進入したのが直接的な原因です。しかし列車の近代化とともに列車の運行本数が増えたこと、また
電化によって電車の騒音が小さくなり、接近音が聞こえにくくなったこと、それにスピードアップしているのにディーゼルの感覚で踏切を渡る人が多いことなど、分析は様々です。からのね、国鉄のつまりああいう分割民営化ですかね、ああいう方向の中ではね、そういうそのそういう採算につながらん安全対策がこれまで以上にちょっと軽く扱われやせんかと。それから今度は幹線よりもですね、地方線というか非幹線区間で一層その矛盾が出てきやせんかと。だから九州なんか特に心配されるわけですよね、その点で、うん、特にね、もうあそこはなんというかベッドタウンとして積極的に開発してた重点区域でしょ。でですからやっぱり開発するには開発するための基礎施設としてのね、交通システムなりね、交通施設というものをね、やっぱり整備していく基本的な計画ちゃんとあってね、そうして充実していくべきじゃないかと思うんですね。それがね、ああいう、まあ、筑肥線一つ取りましてもね、まあ、相手ずさんですよね。ずさんというかちょっと放置してる形でしょ。これはいかんなことですね。国鉄九州総局保線課の説明でも、筑肥線の踏切箇所は全国的に見ても数の多い路線となっています。筑肥線は地下鉄から地上に上がる名の浜西唐津間 44.8 キロに踏切が129箇所あり、踏切と踏切の間隔の平均距離は347メートルと全国平均の737メートルを大幅に上回っています。また筑肥線の過去の事故件数では、電化された58年3月以降、58年度9件、59年度5件、60年度は4月2日今宿須仙寺間の第4種踏切でバイクの衝突事故が起きており、事故のほとんどは踏切内となっています。これは地下鉄開通とともに筑肥線が電化され、列車本数が大幅に増え、沿線のベッドタウン化でマイカーの激増があったにもかかわらず、踏切の改善がほとんどなされていない裏付けでもあります。今度の事故はトレーラー運転手のミスで起こりましたが、国鉄が交通量の増加に対し踏切の改善などを対応できなかった点も見逃せません。まあ、我々としてもですね、踏切の統廃合ですね、それから立体交差化といったものを、まあ、進めていきたいと思ってるんですが、統廃合となりますと工事費もいりますし、それから付近の住民の方々のですね、まあ、交通上はですね、若干その不便をきたすことになるということで、まあ、思ったほど進捗してないというのは現状ですが、ただ踏切の格上げといいますか、遮断機付きの踏切にするとか、それから警報機付きの踏切にするといったことはかなり進めておりまして、筑肥線の場合全部で60% 強を一種と申しますが、一種三種の踏切化されておりますので、まあ、今後ともその踏切の設備ですね、強化は図っていきたいと思っておりますが、国鉄九州総局ではこれまでの事故原因の究明と合わせて、無人踏切に警報器をつけたり踏切の幅を広げるなど手を打ってきたといいますが、まだ十分とは言えません。筑肥線の事故の8割が名の浜バイバル間で起きている現状を見ますと、通り抜け道路的な踏切が便利さだけで安易に残っていることにも事故の原因はあるようです。地下鉄との相互乗り入れ以来、通勤客の新しい足として脚光を浴びてきた筑肥線は、便利さの裏で踏切を渡る個人個人に保安安全が任せられていると言っても言い過ぎではありません。吉田記者がお伝えしました。今日のニュースプラザは時間枠を拡大しまして、筑肥線の踏切事故のニュースを中心にお伝えしております。そろそろ5時52分、ラッシュアワーに差しからかかろうとしておりますけれども、もう一度現場から復旧の状況を伝えてもらいます。今村さんどうぞ。現場の小松原踏切です。まあ、こちらでは60をめどに、なんとか復旧させたいということで懸命の作業が続けられておりますが、残念ながらちょっと6時には復旧できない見通しです。6時半をめどに、新たに対策本部では6時半をめどに早い時間に復旧したいという意向を言っております。この地点はですね、行きの松原海岸から300メートルほど入ったところで、まあ、地盤が砂地のためになぎ倒された電柱がうまく立ちませんで、それによって架線の張り替えに非常に時間がかかっていると
ということで、6時の復旧が延びることになりました。現場では6時半のなるべく早い時間に、6時半までのなるべく早い時間に復旧させたいと言っています。以上です。現場から今村記者がお伝えしました。今日のニュースプラザは、福岡市内の国鉄筑肥線で起きました電車事故を中心に時間を拡大して、お伝えしております。中村治です。野富雅子です。今日はまず、国鉄筑肥線の事故をめぐるニュースからお伝えします。今朝、福岡市の国鉄筑肥線の踏切で立ち往生していた大型トレーラーに通勤客で満員の上り電車が衝突して脱線し、乗客ら合わせて122人が重軽傷を負うという事故がありました。筑肥線が電化され、地下鉄と相互乗り入れを始めて以来の大きな事故で、筑肥線は事故から10時間経った今も現場付近で不通となっています。今日午前7時50分ごろ、福岡市西区下大和の国鉄筑肥線今宿明の浜間にある行きの松原踏切で、筑前前原発博多行きの福岡市営地下鉄の6両編成の電車と、福岡市博多区上月熊の九州特殊運送の三宅新一運転手36歳運転の大型トレーラーが衝突しました。電車は1両目がトレーラーの荷台に乗り上げた形で脱線し、コンクリートの電柱をなぎ倒して止まりました。この事故で1両目の乗客を中心に122人が重軽傷を負い、病院で手当てを受けました。復旧作業がこれから始まろうとしています行きの松原の衝突脱線事故の現場です。列車の1両目は完全に線路から浮いていまして、特に運転席付近はかなりの衝撃で大破しています。列車の左側にはコンクリート製の柱が1両目と2両目の間にめり込む形となっています。現場は海水浴場でも有名な行きの松原の緑を塗って線路が走っているわけですが、現在火災などにも備えて消防車やパトカーが現場の周りを囲んでいます。この筑肥線単線ということもありまして、上空から見る限り復旧にはかなりの時間がかかりそうです。福岡西警察署では事故の原因を調べていますが、大型トレーラーの三宅運転手は近くの工事現場から杭打ち機を運ぶ途中で現場の踏切に差し掛かったところ、トレーラーの底の部分が踏切の路盤に引っかかり動けなくなったところに電車が接近してきたと言っています。床が安いガバッとなりましたからね。ここです、何に浮かなってるでしょ、でも譜面が。これ浮かばってなりましたけど、前がぶつかってるんだから、運転席ここだから浮かばって。キャーチ悲鳴と、まあ、何しろ、どこの地震みたいなですね、だから一瞬、天井が落ちてこないかっていうような、そういう恐怖感でございました。一番前の量に乗ってたんですけど、もう衝撃がドンときて、あともう、そのまま宙に投げ出されるような感じで、もうずっと人の上に乗っかるような感じで。それで、もう右に傾いたんですね。でもうそのまま横転するともうなんか絶対死ぬじゃないかっていう、そんな感じで途中で止まったから良かったんですけど。僕どうだった？わかんない、急だから分かんなかった。なんかびっくりした、で手はどこ？手は打ったのか。それでもね。でこの事故を起こした大型トレーラーの三宅運転手は肋骨を折るなどの重傷を負って病院に収容されていますが、三宅運転手は踏切での一旦停車はしたと次のように話しております。三宅さん、事故の時はどういう感じだったんですか？もちろん一旦停車されたんでしょう。で車来てなかったの？汽車来てなかったわけですね、その時は。休みですよ。三宅運転手はまた警察の事情聴取に対して、車を踏切の中に入れたところ車体の下が線路と接触した、このままでは危険だと思って停車したところ遮断機が降りたと言っています。また電車を運転していた岩瀬清運転士43歳も足の骨を折るなどの重傷を負っていますが、踏切内に立ち往生した車を見つけ急ブレーキをかけたが間に合わなかったと言っています。あのトレーラーが立ち往生してるの一応確認したわけですね。それでその時
ブレーキはかけたんですか？ブレーキ取ってきて流しました。で、ぶつかった瞬間というのは覚えてますか？覚えてます。今の両運転手の話にもありましたように、今朝のこの衝突脱線事故は警報の無視でも、また警報器の故障でもなく、道路から盛り上がった踏切の線路に車輪と車輪との間隔が長い大型トレーラーの車体の腹が接触したのが事故のきっかけとなっておりまして、踏切の構造とトレーラーの荷物の積みすぎが重なったのが事故の原因になったとみられています。芝野記者がこの点についてご報告します。事故現場では警察や国鉄の関係者が、事故のありました踏切の勾配ですとか、あるいはトレーラーが残しました腹のこすった跡などを中心に原因究明の調べを続けています。警察などのこれまでの調べを総合しますと、現場の踏切だけの勾配は 9.5 センチ、また踏切の最も高い部分と取り付け道路の間には19センチの勾配がありまして、合わせて 28.5 センチの勾配があることが分かりました。事故を起こしたトレーラーの車高は35センチありまして、普通でありますと事故につながらなかったと思われますが、これまでの情報ですと、三宅運転手は25トン積みのトレーラーに35トンを超える大型掘削機を乗せていたことも分かり、重量オーバーによる車輪のスプリングの故障で踏切内に立ち往生したものと見られております。今回の事故の特徴はこのように信号機の見落としですとか、一旦停止を怠ったというような人為的な原因ではなく、むしろ道路の状況やカーブに特有の線路の勾配のある踏切、それに重量オーバーによるトレーラーの故障といった複雑な原因が重なっての事故だっただけに、残された問題は深刻です。なお、福岡西警察署では怪我の回復を待って大型トレーラーの三宅運転手を業務上過失致死傷、過失致傷と過失往来危険罪、それに道路交通法の積載違反の容疑で逮捕する方針で、雇用主の九州特殊運送についても積載違反で取り調べております。さて、事故が起きましてすでに10時間余りが経過しておりますが、現場は依然復旧しておりません。福岡市の中心部と西の住宅地とを結ぶ単線の筑肥線が現場付近で折り返し運転となっていることで、通勤時の足が大幅に乱れています。現場から王子記者がお伝えいたします。こちらは現場です。事故が発生しまして10時間余り、この間30度を超します猛暑の中に懸命の復旧作業が続けられております。今回の事故は停車中の重量トレーラーにまともに電車が衝突したということもありまして、現場の損傷も大きく、国鉄では300人を超す作業員を出して復旧に当たりました。しかし車体も大きく、双方とも重量があるために、復旧作業は大型クレーン車が到着してからの作業となりました。そしてようやく午後から脱線しました先頭車両、それにトレーナーの台車と次々に撤去作業もしまして、現在は残る信号関係、電気関係の復旧を残すだけとなっています。国鉄九州総局の現地対策本部では、現在の状況で工事が進みますと、まもなく6時半過ぎには一番列車が通れるものと見ております。以上、現場からお伝えしました。ところで、この国鉄筑肥線は地下鉄との相互乗り入れで利用者が増え続ける一方、全国でも有数の踏切の多い路線になっています。国鉄筑肥線は58年3月から地下鉄と相互乗り入れが始まり、福岡市の都心部と前原唐津方面が直結したため、毎年 15% も利用者が増え続けていました。しかし、名の浜西唐津の間でおよそ 45km の路線に合わせて129箇所もの踏切を抱え、踏切事故は58年度に9件、59年度に5件で2人の死者を出しており、今年度に入ってからは4月2日に今宿須仙寺の間で起きたバイクと電車の衝突事故に次いで2件目の事故でした。それです。先ほどもお伝えしましたが、福岡市西区の筑肥線の踏切で起きました事故は朝の通勤時間帯でありましただけに、負傷者も130人に上っています。復旧作業はちょっと手間取っておりまして、午後7時過ぎに開通の見通しとなっております。
国鉄ではそれまで名の浜筑前前原間をバスで代行輸送しております。事故から10時間半、すっかり日も西に傾き、松林の影が落ちる中で、復旧作業が順調に進んでいます。警察ではトレーラーの底の部分を検証した結果、多数のすり傷跡が発見されたため、これでトレーラーの底の部分と線路内の盛り上がった部分とが擦れ合って、そして、トレーラーが立ち往生したという見方にほぼ間違いないことが分かりました。しかしなぜトレーラーの底が引っかかったのか、これまでに明らかになっているのは、まずトレーラーの台車の車高がおよそ25センチぐらいであるのに対して、踏切内の線路部分の盛り上がりが停止線からやはり25センチ盛り上がっていること、またトレーラーが最大積載量25トンであるのに対して、積んでいた空輸機の重さが関係者の証言などから25トンをはるかに超えていたことに間違いはなく、積み荷の重量オーバーで車体もかなり低くなっていた模様です。また線路が緩やかな左カーブで松林に遮られ、列車は150メートル手前でやっと踏切を確認できるという見通しの悪さも原因の一つです。警察では今後トレーラーの三宅伸一運転手を列車の往来妨害罪と過失傷害の疑いで十分に事情を聞くことにしています。では今後の復旧の見通しなど真鍋記者に伝えてもらいます。復旧作業は事故直後から国鉄の保線電気関係の職員らおよそ200人が出て、焼けつく日差しの下で懸命に急ピッチで進められ現在もまだ続いています。作業はまずなぎ倒された電柱の撤去作業から始まり、午後に入って大型クレーン車を使ってアルミ缶のように曲がってしまった車両前頭部の撤去作業と事故を起こしたトレーラーの引き上げ作業が行われました。その後は職員らによって架線の復旧や枕木の取り替え、さらに埋設されている通信ケーブルにトレーラーの荷が横たわったため、これを取り除いて通信ケーブルが正常に動くかどうかのテストも行われていますが、これらは人の手によるもので時間がかかっています。当初は夕方のラッシュが始まる午後6時頃までには復旧作業を終えたいとしていましたが、このように人の手で行われる細かい作業だけに復旧はやや遅れています。しかし国鉄では日没までには何とか復旧作業を終え、早く正常ダイヤに戻したいとしています。以上現場からお伝えしました。幸い死者は出ませんでしたが、重傷を負われた方はご覧の方々です。皆川病院には永田さん、岩瀬さん、佐野さん、白十字病院には内田さん、中島さん、福岡記念病院には三宅さん、そして鳥越病院には日川さんがそれぞれ合計7人の方々が病院に収容されています。国鉄筑肥線の衝突事故は大型トレーラーの荷物の積みすぎが原因ではないかとみられています。長崎原爆の日をあさってに控え、世界平和都市会議などに参加する海外の代表が今日続々と長崎入りしました。今日は立秋、福岡地方は気温が34度6分まで上がり、この暑さの中で小中学生の考古学教室が開かれました。ニュースネットです。筑肥線の衝突事故のニュースからお伝えします。今朝、福岡市の国鉄筑肥線の踏切で満員の普通電車と立ち往生していた大型トレーラーが衝突し、乗客ら121人が重軽傷を負った事故について、警察では大型トレーラーの荷物の積みすぎが原因ではないかとみて調べています。すごかったですよ。ちょっと声が出ませんからあれですけど、ズラダーンと音がしましてね、はい、1両目の一番前だったんですけど、1両目の一番前で、はい、で踏切にあのクレーンがいるの分かったんで、はい、瞬間的にこう 身構えたんですよね、はい、そしてあと気づいたらもう人が上にわっと乗ってて、全然もう身動きができない。もう地響きがしてですね、白煙が上がってなんかもう唖然としてましたけど、とにかくあんなに
電車が止まらないものかしらと思ってですね。今朝7時45分ごろ、福岡市西区の国鉄筑肥線の今宿駅と明の浜駅の間にある行きの松原踏切で、筑前前原発博多行きの6両編成の上り普通電車と大型トレーラーが衝突しました。電車はトレーラーを巻き込んでおよそ50メートル暴走して、1両目と2両目が脱線し、1両目はくの字型に曲がって先頭部分が大きくえぐり取られました。警察の調べによりますと、この事故で電車の乗客ら7人が重傷を負ったのをはじめ、合わせて121人がけがをし、市内の病院で手当てを受けました。国鉄筑肥線は福岡市の市営地下鉄と相互乗り入れしており、朝夕のラッシュ時には郊外からの通勤通学客で混み合い、事故を起こした電車もおよそ1000人の乗客でほぼ満員の状態でした。それでは現場から城本記者がお伝えします。現場の線路脇には事故から10時間余り経った今も大きくくの字に折れ曲がった電車の1両目や引きちぎられたトレーラーの荷台がそのまま置かれていまして、近くの人たちが遠巻きに復旧作業を見守っています。事故の後、国鉄では大型クレーン車3台と作業員200人を出して、まず脱線した車両を吊り上げる作業に取り掛かりました。しかし、なぎ倒された電柱や高架線が邪魔になって作業は思うようにはかどらず、先ほど午後5時前になってようやく壊れた1両目とトレーラーが線路から取り除かれ、立ち往生していた2両目から後の電車がディーゼルカーで明の浜駅まで動かされました。国鉄では夕方のラッシュがピークを迎える午後7時までには復旧したいとして、現在レールの補修や高架線の架け替えなど最終的な復旧作業を急いでいます。しかし、電車が開通しましてもダイヤが正常に戻るにはなお時間がかかるものとみられ、夕方の帰宅の足に影響が出る見通しです。これで現場を終わります。ところで、警察のこれまでの調べによりますと、事故のあった踏切周辺のレールは緩やかなカーブを描いて内側に傾斜しており、このため長さ8メートルの踏切の真ん中部分は周辺の道路より40センチほど高く盛り上がった形になっています。また、事故を起こしたトレーラーは全長15.8メートルで、運転台部分と荷台部分がいわゆるジョイント構造でつながれて自在に動くようになっており、積み荷の動きによっては積み荷の重さによっては荷台部分が運転台部分より低く沈むということです。そして、警察の調べに対し、トレーラーの三宅伸一運転手36歳が、荷台の部分が踏切に引っかかったような感じがして急に進まなくなったと話していることや、トレーラーの荷台部分の裏にコンクリートに強くこすりつけた跡が残っていることなどから、警察では事故の原因はトレーラーが最大積載量を超える荷物を積んでいたため、トレーラーの荷台部分が踏切の盛り上がった部分と強くこすり合って動けなくなり、立ち往生した疑いが強いとみて調べています。で、これについて国鉄では、今日の事故は26トンの積み荷を乗せた大型トレーラーの車高が、車の高さが普段よりさらに低くなって車の底が道路に当たって立ち往生したことも考えられるとしておりまして、警察の事故原因の究明を待って、問題があれば踏切の構造について改善を考えたいと言っています。この事故の影響でこれまでに41本の電車が運休しました。筑肥線では現在普通になっている明の浜と筑前前原間はバス5台を使ってつなぎ、夕方のラッシュ時の乗客をさばいています。